皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今ここのノクサピョンっていう駅におりました。どこから来たかというと、ミョンドンからイテウォン駅を通り過ぎて一つ目の駅です。今からこの駅の外に出て、イテウォンクラスで撮影された撮影場所を通りながらイテウォン駅に戻りたいと思います。じゃあ今からこの駅の外に出てイテウォンロケ地行ってみたいと思います。駅のエレベーターを出てきたら、もうあちらに歩道橋が見えてますので、早速あそこに向かって歩いていきたいと思います。ここがあの撮影があった場所、タワーが向こうの方に見える。多分ここの歩道橋から向こうを見て撮影があったのだと思われます。反対側を見るとこんな感じ、逆光になる。撮影があったところがあんな感じ。駅の出口で歩道橋を渡ってきて、この歩道橋から見たこのアングルかな。ここにこんな感じです。ちょうどこのアングルだと思います。ではこの撮影された歩道橋を渡って、また撮影地の方を回ってみたいと思います。なんかね、おしゃれな建物がいっぱいあります。ずっとここは坂道、ここのカフェの中が見えない。あそこに見えてきました、イテウォンクラスで最初出したお店、ここです。タンバンの1号店。ここがこんな感じで、なんかお店やってるのかいな。中の様子があんまり見えない。あ、ここにちゃんと貼ってありました、イテウォンクラスの。ここが一番最初のお店です。違うお店になっているようです。はい、じゃあタンバンを後にして、ちょっとしばらくこの坂道を歩いていきます。
ここがあの磯ちゃんが写真を撮ったとこ。ここで磯ちゃんが写真を撮ったところ。おしゃれなバーです。上から見たらこんな感じ。かわいいクリスマスモードの飾りして。あ、ここがイテオンクラスの原作者の方のパブというか居酒屋というかなんからしいです。原作が書いてあるイテオンクラス。ここがハミルトンホテル。ちょっとドラマとかでもチラ見で出るハミルトンホテル。ここがイテウォン駅。ちょっと先まで、もうちょっと先まで歩いてみます。あのセロイ君と初恋の人があったパブというかお店は現在工事中でございます。でここから向こうに横断歩道で渡っていきます。ハミルトンホテルから歩いてきてちょっと大きい道を曲がります。でこれをまっすぐ歩いていきます。でここの角を曲がります。この階段の途中のこの辺で撮影が行われたみたいです。あそこがドラマのロケ地でした。ということでイテウォン駅の先の駅に出て、それからイテウォン駅の方向へ歩きながらイテウォンクラスの撮影地巡りをしてきました。では今からちょっとおしゃれなカフェに行って、その後トンデモの方に向かいたいと思います。まだまだあの韓国の動画続きますので、どうぞよろしくお願いいたします。